ほっ、どうも、パンケーキです。コーチングがしたい。僕はちょっとコーチングをしてみたい。してみたいというか、したことあんねんけど、したいよ。みんなに、なんか先輩風吹かしいて、ちょっとドヤ顔でコーチングしたいんですけど、コーチングされたいって人いますかね？いないっすかね？動画でちょっと使わせていただきたいので、動画になってもいいよっていう人で、あんまり、僕自身、もう上位勢みたいな感じで、腕前がね、パワーが高いわけじゃないから、2000、パワー的に、X2300 あたりまでかなの人で、動画に使ってよくて、で、メモリープレイヤーを送ってきてほしいな。ツイッターの DM でお願い。ツイッターのメインアカウントの DM にお願いしたい。で、ちょっと待って、他になんか言わなあかんことがあったはず。ちょっと考えてないけどね、で、あれやれてない？マジか？ごめん。あー、くそごめん。で、いろいろちょっと書いてほしいことがあるんだよな。自分の、その DM で送ってくるとき、メモリープレイヤーと一緒に、自分のパワー帯と、使用武器。その動画で使ってる武器と、メモリープレイヤーで使ってる武器と、普段使ってる武器。普段使ってる武器のメモリープレイヤー送ってきてもらえたらいいかな。で、その、使った武器を変えてもらうのと、で、あとはその、どういうところを見てほしいか、みたいなの、変えてもらえたらな、と思います。で、すごい立ち方してる、エナジースタンド。逆にすごい。あー！全然いいやん、今の。全然外してた。っていう感じで、もし、コーチングされたいよっていう人がいたら、お願いします。ツイッターのね、募集でも書けると思うんですけど、ツイッターでも募集書けると思うんですけど、もしね、なんか、コーチングされたいよ、パンケーキにコーチングされたいよっていう人は、お願いします。味方強ない？めちゃくちゃ。めちゃんこに強くないこれ。ゲチ強ないけど、乗っといてもらえるか。乗っといてもらって、しかも、エナスタが溜まる。ほんで、前行くやろ？ほんで、これ。このパンケーキの前が全然刺さらん。パンケーキの前に立つ行為、全く刺さりません、これ。しかしながらこれが、ねえ、もうさ、当てよ、それ。当てたらかっこいいのに、全然当てやん。よし、もう味方が強すぎてさ、これ僕いる？いらんくないか、これ。あ、いらない説ある、パンケーキ。味方強いだけのゲームになってしまってる。ちょっと待って、なんかしよう、ほんまに。とりあえず、パンケーキ的には、相手にちょっと射程で圧をかけて、前に出れないようにすればいいんですよね、この場合はね。これはやって、なんで僕のキルちゃうねん。ちょっとただでさえキル数少ないから僕にキル取らせてほしい。という気持ちはあって、これなんかカーボンとか怖い。カーボンどこだ？カーボン死んでるわ。全然死んでた。全然死んどるから、これ最後の一人。ちょ、キルス！アシストだったらいいか。乗りまーす。乗ってきます。いる、そこいる。そこいる。ナイス。あ、強い。いる。強い。なぎせいしろやっぱ天才なんやな。スプラトゥーンでも天才。もともとだってサッカーやる前ゲームばっかしとったもんな。それゲームうめえか。絶対うめえよな、なぎせいしろ。当然うまい。いや、僕ね、スポーツできる人、反射神経とかめっちゃいいと思うから、スポーツできる人ね、ゲームもうまいと思っている。ゲームうまい人全然あると思う。だって、ここ一回、味方待つねん。ナイスナイス、いいよ。これ僕が直接手を下さずとも味方が全員やってくれりゃいいよね。もう最悪、もう究極の究
極の他力本願、それが僕のエゴ、それが僕のエゴです。究極の他力本願、他力本願で勝ちたい、これが僕のエゴです。絶対ブルーロックで生き残られへん。ナイス。最近パンケーキさんの動画見てると、ちょくちょく恋愛相談の質問があって、若いうちから恋愛していた方がいいのかなと考えてしまいます。大学生になってから今までの学生生活を振り返ってみると、仲のいい男友達がいてもこの人が好きと強く思ったこともなく、性別関係なく気づいたら仲良くなっていたということがほとんどでした。恋愛の始め方ってどうすればいいのでしょうか。あー、恋愛の始め方か。でも恋愛って多分始めようと思って始めるもんじゃないから、何々しようみたいな感じじゃないかね。恋愛しようで、よしこの人のこと好きになろうみたいな感じで始めるもんじゃないからね。難しいよな。いや、僕保育園児の時から人のこと好きになってたからさ。保育園児から僕は好きな人がいましたからね。ちょっとね、わからんな。え、でもね、やっぱ好きになる人が現れるまではもう仕方ないんじゃない。だって好きになれる人がいないんだもん。始めようがないと思う。そしたらそれは別にさ、いいんじゃない、それぞれのあの、なんていうの、楽しみ方みたいなあるから、人生の楽しみ方、別に恋愛が全てじゃないよ。恋愛せず、あの別のものに打ち込んだ人生みたいなのも全然いいと思うけどね。好きな人が現れた時に恋愛を頑張ればいいんじゃないですか。恋愛を頑張る、うん、まあ頑張ればいいと思う。恋愛は頑張るものじゃないって言おうとしてたけど、ごめん、恋愛は頑張るものだった。人を好きになったらやっぱね、頑張らないといかんくなるから、まあ、今特別好きな人がいないんだったらいいんじゃないですか。トルネードとダイナモローラーがいるところに帰還してくる男、やばい。何、ちょっと一回帰って、結構進めてるからね、今詰まっとるから。相手さ、ジムワイパーに今やめ、おーい、ナイス。わ、裏入ってね、これ、これ裏入っとるのをしっかりとカバーしていくのがパンケーキなんだ。やれないだと。オッケーオッケー、いっと、ジムワイパー2枚で切り上げてくんのやめへん。あの切り上げが上に来るのほんまにしんどいわ。ナイス、すぎ、ね、それは甘いよ。あ、違う。あ、ダイナモローラーが全然やれないところから相手はちょんちょんちょんでやれるからな。もうちょんちょんよ、ちょんちょんのちょんちょん、ガンザザリ。もうこのジムワイパーという武器がダイナモローラーにガンザザっとる。お、なんだこいつ、ちょっとほんまに、ああ、この2つの切り上げがやばすぎる。ゾロと戦った人ってこんな気持ちなんかな。ワンピースでゾロと対面した人ってこういう気持ちなんかもしれん。でもジムワイパーに迷ったらゾロに勝った、ゾロに勝ったから僕海賊王かもしれん。ゾロに勝ったらもうあとミホークしかおらんって。でもミホークは剣1本で世界行っちゃうからな。ゾロ3本持ってんねんぞ。ゾロは3本持ってます。やっぱ本数じゃねえんだ、やっぱジムワイパーの枚数とかじゃねえんだ、やっぱ心に宿した1本、それを痛えな、それを大事にできるかどうか。この僕がね、このダイナモローラーという一本、それをしっかりとその信じ続ければ、もう相手にジムワイパーが2枚3枚4枚5枚6枚おっても勝てるっちゅうことよね。ちょっとリッターだけは勘弁しろ。
リッターはほんまに無理。もうリッターはジュラキュールミホークどころの騒ぎじゃない。おい、強すぎるだろそれ。その速さで一角取れるの、お前ダイナモローラーが泣くぞ。泣いてます今ダイナモローラーが。これ届かへんもんな。ナイスすぎる。ナイス、味方ナイスすぎるだろ。なんか予定調和かのようにホップソナーがもうジャストなところにガンザザったんやけど、ガンザザリだった。